エスキーテニスとは、鳥の羽をつけたスポンジのボールを木製のラケットでテニスと同じように打ち合うスポーツである。広島の事業家、宇野本信によって考案された。当初、羽付き鳥をゲーム、羽付きテニスと呼ばれていたが、1947年頃から第二次世界大戦後の広島の復興に寄与した教育科学文化研究所の頭文字を取って、 エスキーテニスと呼ばれるようになった。カレッジスポーツとして広島県を中心に広まり、現在では老若男女問わず楽しまれている。また、アウトドア、インドアどちらでもプレーが可能であるが、天候の影響を受けず、四季を通じてできるインドアスポーツとして発展してきている。試合は3セットとし、32セットを選手した方が、その試合の勝者となる。 セットは得点で競い、原則として1011点を選取した方が、そのセットの勝ちとなる。ただし、双方の得点が10点以上で同点になった場合は、ジュースとし、その後連続して2得点した方が、そのセットの勝ちとなる。基本的なルールは、テニスと同じだが、コートのサイズは8、4メートルで、ラケットは、卓球のラケットを少し大きくした感じで、木製でグリップを含めた。 長さは3 8トルである。ボールは急速を落とすために直径4トルのスポンジボールに羽根がついている。サービスは肩の高さよりも低い位置からそのサービス所定位置内にボールを自然に落下させワンバウンドしたボールがツーバウンドする前までにラケットで打たなければならない。またサーバーは飛び上がってサービスすることはできない。エスキーテニスでは エスキーテニスに関する技量、功績等について段位または9位を日本エスキーテニス連盟またはその委任を受けた者が認定することができる。現在3級から3段まである。ありがとうございます。